自身その作る時にジャンルをやっぱり飛び越えたいっていう意識とか、そういう、まあ、カテゴライズされたものじゃないものを作りたいっていうのがやっぱりすごい根本的にあるので、それはないと言っておきます。そうですね。なんか実は、テクノロジー、そういう、まあ僕コンピューター使っていつも音楽作るんですけども、もうなんかそれは、やらないというわけじゃないんですけど、そういうテクノロジーもどんどんアップデートされていくと思うんですよ、これからも。でも、今ちょっと考えてるのは、もう自分はそれについていかなくていいかなと思っていて、今、持ってるものっていうか、今あるもので、どんどん作っていこうと思ってるし、でもう少し多分これからアコースティックなものっていうか、本当のリアルな楽器のインストゥルメントとか、歌とかなんかそういうものの中にちょっといろいろ見出せたらなとは思ってます。はい。すごく具体的に日本の文化から影響を受けたっていうわけではないし、自分からこうなんか日本の文化を掘り下げたっていう経験はまだないんですけども、でもやっぱりこの日本っていうものが持ってるものっていうのはすごくいつもインスパイアされてるし、すごく根本になんかあるものだと思ってます。まだ具体的にどういうものか自分の中でそれは掴めてないんですけど、常にそれはなんかあると思います。はい。そうですね、多分仕事してなかったですね。おじいちゃんのニートではないですけど、おじいちゃんの家がすごい山の奥にあるので、もうそこに隠居してたから。ありがとう、オルタッチでした。ありがとう。
僕はちょっとアニメの世界のその通常のその作るプロセスは知らないんですけれども、聞くところによるとその結構その音楽とその映像のその何ですか、最終的にできるそのプロセスっていうのはすごくなんかいつもこう時間にこう差し迫られてるっていうか、なんかすごく自由になんかやれない環境でもあるらしくて、でもで岩さんが今回そのやりたいって思ったのはやっぱりちゃんと作る過程でコミュニケーションしながら映像と音でこうなんですかね、こう影響を受け合いながらなんか多分作っていきたいと多分思ってらっしゃったと思うので、まず最初に本当にすごくラフのスケッチを見せてもらって、でそこから僕ももうインスパイアを受けて音を作って、でその音を作ってる間に向こうも色がついてきたり動きがだんだんついてきたりして、こう同時に2つがこう成長していく感じというか、はい、勉強になる機会ですし、なんか自分の、自分のやりたいことをやることだけではやっぱ成立しない世界なんですけど、とてもやりがいがあると思っているので、機会があればどんどんやりたいと思います。今回そのいろいろプロジェクトはやってるんですけども、でも今回やらせてもらうこのオールタイチのソロっていうのに限ってはやっぱり日本だけじゃなくて、まあ今回みたいにニューヨークとか他の国でもうアジアでもヨーロッパでもアメリカでも南米でももうとりあえずあらゆるところには行きたいなと思って、はい、活動の幅を広げたいなと思ってます。